ひらかずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたします。起立お願いします。お願いします。お願いします。こんばんは、ひだかずことひだいかずだかです。先週もバンデグローブ完走を果たした白石浩二郎さんのお話をしましたが、30年以上夢見たバンデグローブに2016年白石さんは初出場を果たします。残念ながら28日目にリタイアしてしまいましたが、4年後の2020年には20億のスポンサーがつき、新店も完成して、さあこれからという時にコロナ騒ぎで大会の中止も危ぶまれました。でも白石さんはついてます。なんとかスタートできたんです。でも今度は6日目にメインセールが破れたんです。地球をヨットで何周もしている白石さんだってこんなトラブル初めてだって言ってました。でもそれを1週間かけて直してゴールしたんです。ゴール翌日テレビの生中継のインタビューで、まさかあのメインセールで完走できるとは思っていなかった、奇跡ですって言ってました。あの顔は本当にそう思ってる顔です。白石さんやっぱりついてるんです。どう考えても白石さんはついてるんです。なんでかなと考えているんですが、やっぱり先週もお話ししたいろんなことがあるんですと笑いながら言ってる白石さんに尽きるような気がするんです。だっていろんなことがあるのは白石さんだけじゃないですよね。誰だって生きてればいろんなことがあるんです。白石さんはこうも言ってましたよ。僕ら自然を相手にやってますから、自分の思うようになんて風も吹かないしコントロールもできないんですよ。それが船乗りの仕事ですって。これだってコントロールできないことが起きるのは私たちも一緒ですよね。でもそのコントロールできないことをコントロールしようとして月を手放してしまってる人が多いような気がします。白石さんはコントロールできなかったことは受け入れて、コントロールできる部分に集中します。それが自分の心だったり自分の行動だったり、そういう人のところに月がやってきます。この番組で初めて白石さんのお話をしたのは2012年11月21日です。それから9年間、白石さんのことを皆さんに知ってほしくて、応援してほしくて、そして生きるヒントにしてほしくて、何度も何度もお話ししてきました。きっとこれからもします。それではまた来週お楽しみに。